小室俊明は日本の政治家、民主党所属の元衆議院議員、元島根県議会議員、島根県大地郡美南町の農家に生まれる。広島県新城高等学校卒業、防衛大学校に進学するも中退し、1980年に島根県職員に採用される。島根県職員労働組合に加入して、県職労所記長を務め、 1990年に退職。1991年、島根県議会議員選挙に松江市選挙区から日本社会党を公認で出馬し、初当選。1996年、社会党会党に伴う社会民主党決闘に参加するが、同年に離党し、旧民主党に参加。2005年、島根県議会議員を4期目の任期途中で辞職。同年の 第44回衆議院議員総選挙に民主党公認で島根2区から出馬したが自由民主党公認の竹下渡に敗れ落選。2009年の第45回衆議院議員総選挙では国民新党の亀井久沖が島根2区から出馬したため小室は島根1区に国えして出馬。自由民主党の細田博之に4万秒差で敗れたが 重複立候補していた比例中国ブロックで復活し、初当選した。小室の当選により、2000年の第42回衆議院議員総選挙で石橋大吉が落選して、以来、約9年ぶりに民主党が保守王国の島根県で議席を獲得した。2012年12月16日、第46回衆議院議員総選挙で細田に惨敗し、 比例復活ならず落選。ありがとうございます。